俺はやるときはやる男なんだよ。来るぞ、気をつけろ。ここは慎重に行こう。みんな、ついにメディンレイブ。はっ、いや、待って、受けたよ。これで金でも取れ。どこ見てるの。仕掛ける。感じだ。空の彼方、約束の地へ。にとっちゃ盾の立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。さあ、これならどうだ。こちらの武器はゴブリンを手やしてやり合ってるぜ。急いで向かってろって。なんとか持ち込めてください。ついに負けそうなやつだけど、オイラたち敵じゃねえぜ。この気迫、気をつけろ。今すぐ距離を取るんだ。私に任せて。死んでるみたいだな。行け行け。一瞬となんと決める。バーストビール。オイラたちの勝ちだ。手荒にはなっちまう。仕方ね。ああ、なんとか隙を作り出し、グリアに力を吸収してもらう。グリアが呼びかけてる間は迎撃するしかなさそうだな。気をつけろよ。必ず助けるからね。わかん。Let's go!
調子、逃がさないぞ。これではこちらの攻撃が届かない。なんで？まるで風の弾丸だ。どうにか止める方法はねえか。私が止めます。光の守り叶えます。みんなこっちに来てください。ヤンジの泡バハムート。あんた答えてくれて。なんだかんだでやっぱり味方だと心強いのな。フラカーの力も増大している。おいおい、こいつは変身ってやつか。あら、青少獣だもの。珍しくはないわ。青少獣、かつて白風戦争の際に生み出された星の民の兵器か。でもその兵器は戦いの後空の世界に残され、あるものは土地に根付き、あるものは信仰の対象となり、あるものは人々と生活を共にし文明の発展を寄与した。フラカーンは息吹を司る青少女です。その力で島の発展を支えてきたようです。そんなこの力をねじ曲げて大切な島を破壊させようとする者は許せない。だが注意しろ、この暴れっぷり一筋縄じゃ生きそうね。みんなお願いします。すごい魔力を引き飛ばされないようにしなきゃ。妙だ、この子の力普通じゃないの。どういうこと？わからない。でもこの秘密の剣に一体切り刻む。逃げない。フラカー来るぞ。回避に専念しろ。